アクバル2世は、北、インド、ムガル帝国の、第16代君主。アクバルシャー2世とも呼ばれる。第15代君主シャー・アーラム2世の産卵。母は、クードシア・ベーグム。シャー・アーラム2世とアクバル1760年4月22日、アクバル2世こと、ミールザ・アクバルは、ムガル帝国の皇帝シャー・アーラム2世とその日、クードシア・ベーグムの息子として、 リーワーのマカンプルで生まれた。当時皇帝だったシャー・アーラム2世には、二人の年長の息子ミールザー、ジャワーン・バフト、ミールザー・ファルフンダ・バフトがいたが、1781年5月2日にアクバルが皇太子となった。これは、イギリス東インド会社にも認められた。父ミカド・シャー・アーラム2世の知性は、ムガル帝国の衰退期であり、 父はその水運の流れを変えようと奮闘したがすべて、トローに終わり、帝国は、マラーターのシンディア家のもと存続していた。1788年7月から10月にかけては、アフガン系ローヒラー族の族長グラーム・カーディル・ハーンに、首都デリーを占領され、風雲にも、父や弟のミールザー・スライマーン志向、ミールザー・アフサーン・バフトと共に盲目にされてしまう。また、 マラーターの保護下にあったことで、1803年8月に勃発した第二次マラーター戦争にも巻き込まれ、9月にはデリーはイギリスの保護下に入った。この時、ミールザー・アクバルはイギリスの司令官ジェラルド・レイクをデリー城へと招き入れた。そして、1806年11月10日、父シャー・アーラム2世の長く不運に満ちた知性が終わり、ミールザー・アクバルが 新帝アクバル二世として即位した。アクバル二世と、帝神十九世紀、ムガル帝国は、帝とデリーとその周辺にのみに領土を持つ、小国家となり、それらの領土もイギリスによって管理された。皇帝はイギリスからの年金受給者となり、その権限は、デリー城の中でしか行使できなかった。 ムガル帝国とイギリスとの間に結ばれた1805年の条約のもと、デリー周辺の地域の税収入と月額9万ルピーが支払われ、皇帝は年金生活者となっていた。しかし、ムガル帝国の名目的主権は守られ、帝国は藩王国としては扱われず、帝国の君主も藩王より上の皇帝として扱われた。アクバル2世の知性、首都デリーは、 イギリスの管理下に置かれたことで人口が集積し、商業取引の中心地となり、繁栄に包まれた。また、デリーでは年に何度か、皇帝主催の大きな祝祭が開かれ、皇帝や、巫女、最小や大臣、イギリス人らが、像に乗り、その後に、学士や不評、騎兵が続き、賑やかな行列が街を練り歩いた。アクバルに聖その一方、 イギリスはインドの植民活動を進め、1817年11月から1818 18年6月にかけては第三次マラーター戦争でマラーター同盟に勝利し、デカンの広大な領域を制圧するところとなり、インドの植民地化は急速に進んだ。また、19世紀以降、イギリス東インド会社は彼らがインドにおいて発行している効果をペルシア語から英語に書き換え、 皇帝の名も刻まなくなった。その上、イギリスはムガル帝国の権威を弱めるため、アワド大使とニザームに帝国から正式に独立するよう促し、その結果アワドは1818 18年に帝国から正式に独立してしまった。アクバル2世はイギリスが自国の文化を押し付けるのを嫌い、19世紀にベンガルを中心に社会改革をしていた知識人。 ラームモーハンローイの活動を注目していたことも知られる。アクバル2世はラームモーハンローイにラージャの称号を与え、イギリスの応暴をビクトリア女王に訴えるべく、1830年からの都営を依頼している。しかし、1833年9月27日にラームモーハンローイはイギリスのブリストルで死亡し、インドに戻ることはなかった。 アクバル2世とチャールズ・メトカーフこうして、アクバル2世の知性はイギリスが全土を侵略する中、その保護によってもたらされる平和を享受する形となった。アクバル2世はその知性、宮廷二例とデリーを練り歩く、大行列に精を出し、主な政務はイギリスの死刑判決を確認する程度だった。イギリスの植民地行政官、トーマス・メトカーフは、アクバル2世についてこう語っている。 このように安定した情勢の中、1837年9月28日に皇帝アクバル2世は、帝都デリーで死亡した。アクバル2世の死後、息子のミールザー、アブーザファルが、バハドルシャー2世として新たな皇帝となった。アクバル2世、アクバル2世の知性に鋳造された貨幣アクバル2世は、ウルドゥーシの学者である傍ら、皇帝の権威を見せつけようと、 宮廷にレイヤとデリーを練り歩く大行列を持って帝国の衰退を取り繕うとした人物だった。しかし、アクバル2世がラームモーハンローイの活動に目をつけイギリスに派遣したことに関しては彼の評価すべき点の一つである。また、アクバル2世にはその心優しさを表しているエピソードがある。後にインドのイスラーム教徒の代表的存在となる。 サイード・アフマド・ハーンは少年時代にムガル帝国の宮廷に出資しており、ある時午前会議の時に寝坊してしまった。だが、アクバル二世は笑みを浮かべ、これからは早く起きるようにと言い、彼を許したのだという。サイード・アフマド・ハーンは後に、陛下が私に優しい態度を取られたので、宮廷中の人々が父に祝いの言葉をかけた、と語っている。性質、編集計4人。 即出編集二26人、アクバル二世とミコ計14人、計8人、ありがとうございます。